はい、今週も家賃3万円で東京週休7日の生活をしていきます。おはようございます。飯です。はい、マットレスも窓際で干していきます。78円のお食事になります。電車代節約するために駅まで歩いて向かいます。だいたい1時間くらいはかかります。はい、やっと多摩センターに着きました。熱海に着きました。はい、ということで富士市に来ました。富士山が目の前に見えてます。富士駅からこの新富士駅まで歩いてきました。ホテルがあるところです。新富士駅は新幹線専用の駅になります。なので新幹線使わない人はここまで歩いてこないといけないです。いやー、宿の目の前に来て気づきました。東横インの会員になってるんですけど、その会員のカードを家に忘れてきました。いや、かなりここの東横イン新しいですね。部屋がリニューアルされてますね。かなり新しいタイプの東横インになります。スマホの中に会員証を入れることに成功しました。いや、よかったです。はい、でチェックインの時にもらったこちらが地域クーポンになります。 QR コードがあって、それをスキャンするとスマホアプリの中に地域クーポン残高がチャージされます。そしてこちらが東横インの独自のプランになります。地元グルメ堪能プランですね。こういったお店の食事が食べることができます。はい、でこちらがバスルームになります。今日はお湯をためてお風呂に入りたいと思います。じゃあお茶いただきます。外が寒い分緑茶が染み渡ります。最高。はい、じゃあこちらの券使って飲みに行きたいと思います。地域クーポン残りの分使えたのでそれは良かったです。ちょっとコンビニに行きます。富士山型のイルミネーションですね。なんかいい感じです。いただきます。ちなみに地域クーポンコンビニでも使いました。これで実質収支プラスになるっていうのは最高ですね。いや、部屋にエアコンがついてるって最高ですね。いや、たまんないカラスですね。おはようございます。はい、東横インといえば食事がちょっとしょぼいイメージもあると思うんですけど、かなり豪華になってましたね。
駅前でレンタサイクル見つけました。しかも100円らしいです。めちゃくちゃ安いです。いや、調べてみるもんですね。はい、レンタサイクル借りました。1日使い放題で100円ですね。まあ何の変哲もない普通のママチャリというか自転車ですね。じゃあこれで行ってきます。藤川橋に到着しました。そしてこの川が藤川です。いやー、しかし今日本当に快晴ですね。雲一つ本当にないです。遊園地も見えます。富士山が見えます。いやー、素晴らしい。最高です。はい、着きました。道の駅富士川楽座です。隣が高速道路のサービスエリアになってますね。入ってみます。橋の上なんですけど、いや、この景色は最高ですね。今日本当に快晴で良かったです。あとちなみに左下の方に水の流れがあるので目も耳も最高に心地いいです。はい、イルキャンティーというお店に来ました。あのマコナリ社長がドレッシングを絶賛してた店ですね。あ、これですね。はい、人気 YouTuber 大絶賛。富士市文化会館という建物です。富士中央公園に入ります。時計の周りを花が囲んでますね。すごい綺麗です。じゃあ富士山をバックにいただきます。はい、じゃあ公園の敷地の中に入っているタリーズコーヒーに行きます。いやー、本当に今日最高の天気ですね。ちなみにテラス席完全に貸し切りです。はい、じゃあいただきます。うまい。いやー、目の前の富士山見ながらのカフェラテ、なんて贅沢なんでしょうか。いや、本当最高ですね今日。
ました。お風呂で足湯してます。今からツイッターのスペースで生配信します。静岡のビールを飲みながら配信していきたいと思います。聞いてくださった方ありがとうございました。はい、おはようございます。ベッドのある生活最高。海に近い公園に来ました。この公園、地面に霜が降りてます。いや、冬を感じます。スマホを自転車にくくりつけて走ってみたいと思います。で、右側が海です。気持ちいいです。はい、こちらですね。はい、富士山もなんと左に見えます。いや、素晴らしい。自転車借りてよかったです。大きな公園まで行きたいと思います。岬まで来ました。灯台が見えます。はい、この建物に登っていきます。サラダうまいです。もちもちでうまいです。焼きたてです。ありがとうございます。じゃあ家に帰ります。家に帰ってきました。地域クーポンでこちらの4つの商品を買って、残高消費してきました。じゃあ卵焼き作ります。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。動画が良かったなという方はいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた来週お会いしましょう。晴れでした。